3、はい、クレマグです。おはようございます。ウルンです。エアです。サミメイです。はい、というわけで本日はサムネとタイトルにある通り、ちょっと先日ね、あさみさんが体調不良になったことないほぼそうですけど、ちょっと体調崩しまして、その時の状況をちょっと喋ってもらうかな、はい、事情聴取ですね。はい、はい、まずちょっと風邪ひいてたのよ。うん、まあ風邪ひいてるなぐらいで普通に過ごしてたんだけど、うん、なんか起きたらもう目がパンパンに腫れてて、そう、目って顔が腫れてたで、これやばいってなって眼科行ったら、バイ菌、風邪ひいてたから、うん、そう、バイ菌が目にも入っちゃってますねみたいな、うん、言われて、まあ、目薬とかして、うん、まあそれの腫れは引いたんだけど、そしたらなんかその日の夜あたりから今度は熱が出て、うん、それが3、4日下がんなくて、目マジ珍しかった。そう、風邪ひかないのね。で、熱とかどころか風邪もひかないのに、うん、熱出たからやばいやばいってなって、うん、でまあ、病院行っていろいろ検査もしてもらったところは、うん、まあ、普通の風邪って言われたんですけど、うん、まあ、そういう事情でした。はい、がそれがね、ちょっとあのチャンネル登録競技大会の最終日の方になってしまって、ハルー軍の生放送がちょっとできなくなってしまったの、本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございません。まあね、ギリギリまで私たち2人だけで出ようかとか、いろんなカジサックさん側とかチームのみんなと話してたんですけど、やっぱりいろいろね、検査はしてたものの、やっぱみんなで集まるっていうことに関して、一人体調不良がいるってなると、やっぱみんなが見てる、みんながどう思うかなとかいろいろ考えた上で、本当にギリギリのね発表になっちゃったからね、申し訳ございませんでした。でももうあのこれ撮ってるってことは、というかもうチャンネル登録競技大会自体も終わってて、それまでには完全復活して参加できてるっていうことなんで、今出てるってことはちょっと何回もね、いろんなちょっと動画で言うんですけど、元気です。これが出てるってことは元気、あのご心配なく。で、この動画の次とかかなに、うちとエアの2人動画が出るんですけど、それは本当全く別の時にエアがうちに来るっていうか、じゃあ撮ろうよってなった動画で、あさみが熱だったから2人で撮ったとかいうわけではなく、タイミング的に出るのがそのあさみの熱後だったから、うん、そう見えちゃうかなと思うんですけど、全然こいつが遊びに来ただけの動画となっておりまして、あさみさんがいないだけなので、はい、そこは別に、私は絶対遊びに行かないで来いよ別に来ていいんだよそのためやっぱうちらもやっぱいろいろね、その最終日にかけていろいろ編集とかもいろいろあっての多分体調不良になっちゃったんですけど、じゃあ一回完全に万全に整えようってことで、本当にあさみが復活するまで撮影自体をやんなかったんですよ。本当に3、4日ぐらい、うん、もう本当にオフというか、もうみんなも体調崩さないようにしようねっていう期間を設けたので、そのためもうこの間の質問コーナーで週5投稿っていうお話をしてたんですけど、今週はちょっとねペースを整えるために一旦動画投稿をお休みします。なので出てねえじゃんって思わず、あの一回整えさせてくださいということで、今もバンバン撮影して編集も進めてるので、まあ、年末にかけてドドドドって多分動画が出ると思うんですけど、多分3日ぐらい動画が連続で出ないよっていうのをちょっとお伝えしたくて、やっぱ今までそういう期間も何回かあったんだけどね、言わずにやったからどうしたってなったことがあったけど、うん、やっぱもう3日でも4日でもちょっと動画が途絶えるんだったら言っていこうということで、まあ、あさみさんの体調心配してるのもたくさんいたから、はい、今回は動画にしました。ちなみにエアさんはどうしました？体調不良とかないですか？私は元気ボリボリです。ボリボリ、はい、元気ボリボリです。元気ボリボリだそうです。球技大会の方もう無事終了いたしまして、はい、皆さん本当に1ヶ月間の応援と、多分本投稿っていうんですか、うん、球技大会自体は多分今後出ると思うんですけど、うんうん、そちらの応援本当にありがとうございました。ありがとうございました。球技大会エアちゃん活躍してきました。はい、たくさん活躍しましたよ。ありがとうございます。はい、え、傷ね、ほら、やけど、やけど、勲章、足もだし、爪も折れて、昨日お風呂さ入ったの、うん、めっちゃ痛かった、これ痛そう、超痛かった。で、球技大会ね、うん、やってきたんですけど、マジでやばかったね。うん、なんか女として見られてなかったよ多分普通に。で、エアちゃんは、まあ、爪痕っていうか、まあ本当に傷跡残してきたよね、心にもね。マジでうちあれちゃんとさ使われてほしいなって思ってる、うん、っていうシーンが1個あって、そうだね、どうなんだろうねって感じだよね。でもあれ
で運営的に残したいのか確かに残さないのかが分かんないんだけど、ちょっとこれはね本編が、うん、競技大会の本編が出ないと私たちも分からない、使ってもらえてるのかって、ね、あんだけの素材ある中で、うん、あそこがちょっとハプニングとして使ってもらえてるのか分かんないんですけど、もし使えてもらえてたらもう一番もうそこを A ちゃん頑張ったかなっていう、うん、頑張った一瞬さ時止まってたよねあの時、うん、うちらもハッてなったけど、ね、一番この人が止まってたもん、うん、みんなハッてなってたよね、うん、なんかえ、そういう状況だったの、一旦スタンあーとかじゃなくて、えぇーって変な輪が一回開いて、そう本当にそうっていうぐらい、うちらの中では超面白かったんですけど、うん、まあコムドット判断、はい、そうですね、使っていただけるか、まあ、あの未公開で裏方が見てるか、うん、あのコラボ動画もね結構あったんですけど、カジサックさんとかモーリーシュートは初めてだったけど、うん、結構鼻で笑ってたよねカジサックさんのこと、てか全員のこと鼻で笑ってたねこうやばこいつ毎回は鼻で笑ったそう全ての人は鼻で笑ったこの世の全てでもめっちゃ楽しかった、 どういう身分だお前、なんか特にメイが楽しかったのは、うん、やっぱJP、 JP が一番おもろかったなって、おもろかった、なんか久々だったじゃんコラボしたの、そうだね、確かに言うても、うん、会ったのも久々だったけど、うんうん、やっぱちょっとホームな感じした、はい、やりやすかったし、でもなんか言われてたよ、クレマが JP に助けられてるそれはそう助けられてるか楽しませられてるそうエンターテイナーだから、ね、そう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 、エアちゃんは、エアはね、うん、やっぱりカジちゃんと仲良くできたのが個人的に嬉しかったな、あと森シュート、うん、もうあれあの動画を見返して思ったのが、弟とのやり取りみたいな感じ、うんうん、そうだね、実際にあんな感じだから弟とだからなんか可愛い弟2人ができたなっていう、さらにね、でも感じです、球技大会当日はもうなんか、はい、おばちゃんみたいな感じになってて、あの推しできたんだ私シュートが何かするたびシューちゃんって感じ、シューちゃんが永遠の推しです、可愛くてしょうがない、頑張ってたしね、うん、まあ 3,4 日以内には動画がスタートするんですけれども、うん、また新しく年末の動画ということで、うわ楽しみ、なんか競技大会終わったって思ったんですけど、うん、去年はなんかさちょっと期間があったり、うん、その年末の動画にかけての準備期間があったけど、うん、今回は終わってすぐもう年末っていう、うん、そうです、やばいねスケジュールが、うん、ちゃんと年末年始休めるようにちょっと撮影と編集を詰め込んでいきますので、はい、頑張ろう、頑張りましょう、日常のなんか楽しい動画が多分また増えると思いますので、改めてこのチャンネル登録期間で私たちを知ってくれた方々にもっと私たちを知ってもらうためにも、そして今まで見てくれた方が、あやっぱクレマが最高って思ってもらえる動画を撮っていきたいと思いますので、少々 3,4 日のほど動画の方お待ちください、その間の過去動画の方漁っていただけると助かります、よろしくお願いします、お願いします、体調不良あのみんなあると思います、うん、これを見てくれてるみんなもね、急に寒くなって風邪ひいちゃったとかあると思います、それと一緒です、体調管理ができてない、そんなこと言わないでうるさいうるさいだって怖いから、寄り添う、鬼いたじゃん、そうそう鬼から電話来て、うん、もうすごい体調不良でって、うん、ストーリーのスタじゃん、うん、瞬間ね、みんなねめっちゃもうすごい優しかったら、うんうん、もう本当気にしないでくださいみたいな、うんうん、元気なめいちゃん見れるの待ってます、一、うんうん、人だけそなんかそうやって体調管理できてないからみんなに迷惑がかかるみたいな電話来て、怖いって思ってそこをライン来た、裏に送って、うちじゃねえよ、裏から多分裏がひどすぎでしょ今みんな体調崩してるから、ね、結構周り多い、そうだからマジみんな気をつけてほしい、本当にそうだね、寒いし、えーちゃんもね、うん、そう裏もね、裏もね、はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ、ほら、手帳バイバイ、